はい、では優勝戦予想していきます。まず思想の見た目は4番3番、こちらの2社がよく見えました。で展開はゼロ戦は2番3番ですね。で10戦は枠なり予想で、車検は3番の藤川選手を軸に購入しようと思います。まあ、序盤で2番の片岡選手をさばければ初優勝を決める足はあると見ました。であと思想よく見えた4番の中野選手ですね。まあ、こちら人気サイドなんですが抑えで買っておこうと思います。はい、では行きましょう。さあ行くぞ。今年優勝1回は5番の斉藤哲司、それ以外は今年の初優勝がかかります。ブルーランプ消えました。第12レース西鉄杯オータムバトル優勝戦スタートしました。ゼロ半からは2番の片岡健二が行きます。10メートルからは4番の中野典人、そして5番の斉藤哲司、6番の森本裕介という体制です。さあ先頭争い2番の片岡健二、そして3番の藤川龍太という体制になっています。3番手から根本雅人、4番手に交代、4番の中野典人が上がってまいりました。外から3番の藤川龍が先頭を取り切れるかどうか、レースは2周目に入っていきます。2番の片岡健二が現在先頭、3番の藤川龍が続いていきます。しかし内から切り込んでまいりまして4番の中野典人が2番手になりました。そして3番手に上がっていくのが5番の斉藤哲司です。そのまま外からまくっていこうというのは4番の中野典人、2番の片岡健二が踏ん張っています。残りは4周回、2番の片岡健二、外からは4番の中野典人、そして5番の斉藤哲司が続いてまいります。さあもう一度外から4番の中野典人がいけるかどうか。中野が外から攻めてまいります。中野が先頭に立ちました。中野が先頭に立ちました。そして2番2番の片岡健二、内からは5番の斉藤哲司もやってまいります。残りは3周回、2番手に5番の斉藤哲司が上がった。2番手5番の斉藤哲司、3番手2番の片岡健二、そして内から7番の浦田慎介やってきまして3番手に浮上。3番手は7番の浦田慎介です。差をどんどんと縮めていくことができるかどうか。先頭4番の中野典人、残りは2周回、先頭は4番の中野典人、2番手5番の斉藤哲司、そして3番手7番の浦田慎介、4番手以降は差が離れています。この3人での争いということになるのかどうか。先頭4番の中野典人、2番手5番の斉藤哲司、3番手7番の浦田慎介となっています。さあ内から切り込んでいけるか、差していけるか。5番の斉藤哲司、ブルーフラッグ、残りは1周回、4番の中野典人が踏ん張っています。このまま行くのか、それとも5番の斉藤哲司か、3番手は7番の浦田慎介、先頭4番の中野典人、そして2番手争いというところ、浦田慎介外から行きますが、先頭4番の中野典人、完全優勝、ゴールイン。洗い戻し金です。2連単4番5番770円、2連複4号の組540円、3連単4番5番7番1360円、3連複4号7の組330円でした。